かしこまった。かしこまった。はい、ご視聴いただきありがとうございます。信長の野望大使、ウィズパーピット。高井川の戦いシナリオの総合、まさやさんですね。第3話になるかな。始めていきまーす。まずここを取ろうと思ったんで、弓木ね。じゃあ進めていこうか。あとなんかこれ集まってきてる。これ集まってくると、どう？当たる？行こう。まだ当たんない、大丈夫だね。当たるね。さて、次だ次だ。行くぜ。こっちでいいね。出陣する。当たっちゃうときついな、これ。行こう。ここ出陣するぞ。ここなら大丈夫そう。行こう。こっちだと来る、来る、来る。出陣するぞ。この部隊が潰されちゃうと、あれなんだよ、兵糧的にも、もうきついんだよね。ちょっとこのまま様子見ようか、ちょっと。待機する。通してくんないかな。通してくんないね。解散しようか。兵糧が、あの部隊結構使うんで、厳しいですね。戻ってからまた出そうか。報告いたします。ご命令を。うん、毎月6000使うもんね。きついね。かしこまりました。闇取引あればね、別に取引をそのままぶつけちゃいますけどね。闇取引ないんでね。手続かって。はっ。戻ってきてからだね。この志、必ずや果たしてみせようぞ。7800で集めてきたか。ゼロがいる。ごぼうがゼロだから、とりあえずここに出兵しとこうか。出陣するぞ。あとは、武将がいないところは特にないね。今は待て。これ別所谷を生み出します。力を貸すぞ。8000だったら倒してあげてもいいね。行くぞ。来ないです、ね。8000。1万ぐらい？ 1万2000、このぐらいか。で、多分倒せるはずなんで。前進せよ。これでいこうか。報告します。先月の収支です。表情を始めようか。ああ、兵糧これ取れるね。
商業と、あれだね。商業と軍事だね。6247、38。表情を終えるぞ。あの、脳皮症じゃない、こっちじゃない。これで、兵糧だいぶ安くご命令をなったかな。承知いたしました。体に継続あったんで。漁村を。発展で漁村も。結構漁村に人がいないね。うん、これ取れると嬉しいね。ごぼうね。天も人も俺に背くことは許さぬ。ちょ、別所さん出ちゃダメだって。みんな勝ち時をあげよう。そう、渡れたね。いいんじゃないかな。部分入場しようか。間に合うかね。あと21、間に合わなさそうだね、多分。もう、調査団もどっちかが。我に続け。裏切っちゃった。方位65にしていくか。これもう持たないね、別所さんね。とか、長宗衛さんの奥さんが言っちゃったってことね。先月の終始です。ご命令を。こんなに忠誠度悪かったんだ。じゃあしょうがない、あげとこうか。片付けないで、これはあれだね、工作で調査が出てこないんだ。とりあえず、裏切ってくれない。誰も裏切ってくれない。そう。見放されてるね。ここだったら誰か裏切ってくれるってことか。いらないね。商業進めとこう。かしこまった。取引を行いましょう。手塚って。承知。かしこまりました。ごぼうとか、この辺あれか。護衛した方がいいか。5400も足軽入れられてたのはきついね。はっ。じゃあこんな感じかな。ここは多分取れると思うんで、取っていこう。ごぼうはね、ちゃんと守りきりたいよね。入れとこうか。配属4人入れとけばいいんだよね。かしこまりました。じゃあ進めていきます。
力を尽くした甲斐があった。修理だったらすぐ落ちるね。大丈夫だね。一人だったのに。うわ、武将がいっぱい入ってるじゃん、これ。一気に入れてきたね。B だから硬いから、こっち行こうか。出陣するぞ。一回使われねえ。報告します。先月の収支です。ああ、兵糧ないか。ご命令を。帰ろう。ここだけでいいや。うん。まあ、ゴボトルなんでね、いいですよ。諦めよう。承知。取引を行いましょう。はっ。はっ。で、ここら辺撤去だね。いらないね、全部ね。輸送作れる場所あるんだ。ちょっとこう。かしこまりました。承知いたしました。うん、まあ飛び地になっちゃってるけど、まあしょうがないね。うん、楽しもうぜ。あー、出てきたね。ありがとう。もう終わりか。よかったね。特にノブに当たれないね。うん。あ、ノブと壊しよう、もう。下手に攻められたら大変だ。うん。かしこまりました。で、その間に、こっち行っちゃうか。つついて。うん。力でねじ伏せる。助立ちいたす。こっちだね。6000ぐらい ?6300 でいいかな。我に続け。報告いたします。表情を始めようか。あ、アクロソーが取れるようになったね。いいんじゃないですか。農業と軍事44、45、35。表情を終えるぞ。うん、これであともう当分あの兵糧のね安くなるのはないかな。だからどんどんと取引を行いましょう。漁村を作っていって、はっ、発展で漁村まだできるよね。このぐらいか。承知。で、こっからこっちに出そうか、3000ぐらい。
あれ一人しかいないの？あれ、5番に4人入れたのに。5番に4人入れたのに、武将。他の場所に移動させないでほしい。はっ。報告いたします。うん、一応四つの関係上ね、そこそこあれかな、いい感じに、なってきてるね。6000のプレイだと、兵糧がプラスに なる状態だからね、いいね。正選択で。貯水を諦めさせて、あ、諦めてもなんだか。じゃあ貯水で。畳の上で死ぬとはな。飽きないを始めましょう。こんな感じかな。報告いたします。ご命令を。そしたらあれだね、製造があったんで、漁村ね、いっぱい作っておかないとダメですね。はっ。あと、貯水池もね、作っとこうか。はっ。この志。必ずや果たしてみせようぞ。うん。これダメじゃん。いざ参ろう。ノブから年貢が来てて、これ倒せないね。当てちゃおうか。しょうがない、当てようか。勝てないけど。ダメだね。失敗したね。報告いたします。表情を始めようか。ノブとあれしなきゃよかったね。ここはしなきゃね。うん。いけたんだろうね。45、46、37。え、光っても。光らない人、一人に負けてるとか、ちょっとね。こんなもんかな？これで、あれ、こっちにして、ちょっと商業増やしとこう。ご命令を。今回なんかあんまり、いいとこなかったね。かしこまった。承知。ああ、もう漁村を作れる部署はいないんだね。はっ。うん。じゃあもうちょっと進めとこうか。これ諦めるしかない。ついてね。我が野望、何人たりとも止められぬ。報告いたします。そしたらごぼうね、籠城できるように作っとこうか。大阪城ね、大阪城すごい強いんで、回収でお金あるんだよね、ちょっとね。天守閣、ごぼうにしとこうか。設備で、本庁いっぱい作って。
で、設備で米ここに入れて、ここにも米入れとこうか。でもこっちから来て、小口2個2個2個。パン米いらないな、ここ米で大丈夫だな。米にしようか。これで相当持つんじゃないの？と思います。わからない。はい。ということでね、第2話ね、この辺で終了しとこうかな。承知いたしました。あとは、継続発展。発展で、もうないね。2位がないね。はい。ということで、第3話のこの辺でね、終了していきます。ご視聴いただき、ありがとうございました。